共和国。これはラーメン好きにとってはテーマパークや。えぐい。全部ラーメン屋。雪村、名前が渋すぎる。これがラーメンの神様か。アジサイ、めっちゃおしゃれな名前。4名様ご案内します、どうぞ。初代札幌味噌の。米沢こんなん見たことないわ、大阪で。まずはスープ。お待たせいたしました、バブリブテボイの味噌の多めのお客様。味噌と豚が絡み合ってるな。これ履いてちょっと十日半と出張するんで。はい、あ、そうなんですか。はい、中から。あ、そうなんですね。東京。あ、仕事がね、全国なんで。全国でやってるから。で、日本人会は北海道に。そうです、そうです。へぇ。あ、じゃあもう全国の。そうです。ネットワークマーケティングやってるんですよ。はい。美容室の運営を、サロン経営をやめちゃって。はい、あ、そうなんですね。M&A で売って。そうなんですね。世界中行けるから。そう、世界行けるし、誰とでも友達になる。世界22カ国から僕コミッションもらってるんですよ。そうなんですか。いい人。もう何年くらいやられてるんですか。もう8年やってる。あ、そうなんですか。奥さんも一緒になってやってる。じゃあそれまでは美容師の店をいっぱい持ってやってたのよ。はい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 。夢とかもしあれば差し支えなければ聞かせていただいていいですか。僕の夢はね、だから美容師をやって、例えばあなたのヘアスタイルがおしゃれだけども、はい、飾る美容をやってたわけですよ。はい、で、まあ、僕はパリ行って30歳の時に行ってね、はい、日本のその男性のヘアスタイルがあまりにもおしゃれでないと。はいはいはい、ね、だからそれをまずおしゃれにしたいと、はい、ユニセックスサロンをしたいっていうことでね、はい、で、まあ、日本でも一番最初に美容室と美容室をこうワンフロアの中でやったりしたのは日本一早いんですよ。はい、世界中の人口がね、今50歳超えてるわけですよ、はい、年が、うん、その人たちは何を求めてるかって言ったらね、はい、皆さん若さ、はい、健康を求めてるわけですよ、はい、それで今健康というのがね、どの時になって変わってきたかというとね、そのいわゆる栄養補助食品サプリメントを飲むっていう時代じゃなくて、はい、遺伝子を、つまり若返りの遺伝子が発見されたわけですよ、はい、でそれを実は若返りの遺伝子にスイッチを入れると、はい、で家で言うとブレーカーが落ちると、はい、電気消えるじゃないですか、はい、人間も遺伝子のブレーカーが落ちると、はい、老化がものすごく速
早まるわけですよ、はい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 、その遺伝子を落とさないでスイッチを入れるっていうものがね発見されたんですよ、はい、でそれを今世界に広めるっていうのが会社にと僕は見つかったわけですよ、はい、はいはいはい、それを勉強してたから、うん、僕の夢はまずね、はい、私に関わる人の皆さん若くなってもらいたいってことが一つね、はい、で二つ目は医療費の削減っていうことにつながるわけですよ、はい、病気しない体を作るわけですから若さってことは、だからそれでつまりこの仕事その商品を伝えることが社会貢献になると、はい、でそういう人をたくさん作りたいってことは一つね、はい、でもう一つネットワークマーケティングですから何がすごいかっていうとね老後も働収入がある、はい、例えば年金で暮らすって人がね、はい、もうあと20万収入あったらとんでもなく嬉しいわけですよ、はい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 、そういう人をたくさん作ると、はい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 、生涯現役で仕事をさせる人をたくさん作るお手伝いをするっていうのが僕の夢ですよ。あ、だから私が先頭になって、はい、若くて健康で稼いでないとダメなんですよ、はい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 、ね、いやもうまさに実践されて稼いでますよ楽しく、なんかもうだからタイムリーチ、私はタイムリーチ時間に、はい、ゴルフ100回ゴルフですから今月15回ですから、時間ないとゴルフできない。いやー嬉しいな。いやー僕もめちゃくちゃいいお話聞かせていただきます、なんかやっぱり夢が明確になってそれに対してチャレンジしてる人って本当にかっこいいなって。定年退職した人はね、定年退職した人がやっぱりね自分の家を会社の会社にしてね、みなし法人にして、はい、それで、ね、名刺を持って、はい、ね、働けると、はい、そういうやりがいのある独立事業個人事業主になってくださいって提案してるんですよ、はいはい、本当にこの靴一つで輝いてる靴でモチベーション上げれることができますので、それで営業に行った方が10人の方をハッピーにして、本当にこの靴がその先の何十人何百人という方を幸せにしてくれるっていう本当にいい職業に出会えたなって。いいね、嬉しいな。僕もとにかく床屋の僕の父親が床屋さんだったのをね、はい、とにかくファッションビジネスにしたいと思ったんです、はい、うん、だから清掃業じゃなくてファッションビジネスにしたいと思った、はい、うん、頑張りましたよ。だからそのためにはね、そうか、受け入れてもらわなきゃならないためには、はい、世界大会行けなきゃダメだということで世界大会行ってたんです、はい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 、そのためには北海道でチャンピオンにならなきゃダメだったわけです、はいはいはい、頑張りましたよ若い時は。だからお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。祭りや、なんかもう見た目が全然ちゃうもん、なんかツヤツヤしてんの。回転寿司と言いながらも、はい、回転してるものを取るんじゃなくて、はい、ここに注文を書いてる。あ、そうなんですか。そう、そうするとね、右手も出してくれる。え、まあ、自分で頼んでよ。はい、はい、炙り、炙りさん、天盛り、どうもありがとうございました。頭味届きます。14番はサーモンならじる、カニじる、ネギトロの1枚ですね、うん、サーモンならじる、カニじる、ネギトロの1枚。帰り、わさびお願いします。20番様です。とろける、めっちゃうまい。牛タン、牛タンのお寿司めっちゃ高い。ブルースリーの、今後のルートはまだどうするんだ。とりあえず函館行って、函館から船で青森まで行くから、ここから2時間くらいかかりますか。ここら辺で JR の特急で3時間くらい、一応早く行くことも出るから。まだやってないから。マジで
47人ヒッチハイク行って乗り継ぐことを目標にしてて、まあ、一番いいのは函館行きのトラックのお兄ちゃんと仲良く乗れたら一番いいの、はい、いいね、若いっていうのはヒッチハイクは、うん、札幌から函館がスタートで行こうかな。でフェリーで青森まで行って、うん、青森から仙台を目指す、うん、楽しみだわ。それ本当に行けんのか。昼くらいにやらなあかんなと思って、うん、夜になったらゲームオーバーやと思って。